俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼が集う前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返り月金前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K の第3週女は3階に家なしが15日にスタートする。第110作目の連続テレビ小説となる本作は日本初の女性弁護士で後に裁判官となった女性を俳優伊藤沙莉が演じ、彼女とその仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子供や追い詰められた女性たちを救っていく。日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの実話に基づくリーガルエンターテインメントとなっている。第3週女は3階に家なしのあらすじ。